まあ、全体で言えば4回目なんですが、最初の2回の、対馬と対馬支所で支所から東亜っていうのは、もう何が何だか分からない状況での引っ越しだったと。で東亜でちょっと落ち着いてきて、で浪江のサービスの、回復っていうんですか、町民への、サービス回復のために東亜ではだんだん狭くなってきたんですね。それで、県の施設の、福島県男女共生センターに、引っ越ししまして、まあ、いつまでも、借りてる施設では、十分なサービスの提供ができないということで、今回この二本松の、平石高田第二工業団地の、一角を、敷地として選定して、建てることができたのは本当、良かったんじゃないかなと思います。男女共生センターなんですけど、ギリギリのスペースでなんとかみんな頑張ってたっていうことなんですけれども、まあ、窓もなく、通路も取れず、打ち合わせスペースも、困るような状況だったんですけども、今回ですね、他に、分散していた議会事務局だったり、教育委員会も一緒にこの施設に入ることができて、町民の方がもうここに来れば大体、用事が済むという、施設にすることができました。で先ほど言ったように執務環境においても、男女共生センターの執務環境はちょっと身体的な職員のストレスも結構あったもんですから、こちらに来てこの窓が、あってですね、外の光を感じながら、仕事ができるっていうのは身体的にも精神的にもストレスが軽減されたんじゃないかなと思います。今回社会人経験枠ということで8名の新たな仲間が職員として加わったというところで、その今までの経験を生かして私たちも刺激を受けながらこれから町民へのサービスだったり浪江町の復旧復興に取り組んでいきたいと考えています。電子回覧板の担当しておりまして、浪江地区の担当になっております。皆さんの役に立つ、避難されている方に、役に立つ情報というものを心がけて、今一生懸命やっております。